はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。それじゃあ今日はみんなでバトルやっていきましょう。めっちゃ久しぶりな感じするんだけど、一時出してないような気がするよね、みんなでバトルの動画。早くね S プラスになりたいって思ってるんだけど、他のゲームもねついつい楽しくてそっちにね手を出しちゃってるんだよね。お、いきなり4人か、いいね。それじゃあ早速やっていきましょう。どんな人がおるんだろう。こっちに来てください。魚屋、小悪魔、みんなねネーミングセンスが面白いよね。よし、それじゃあ俺の好きなスーパーマリオワールドのスキンだけど、これは一番最初に上に上がりたい。よし、オッケー、よし。キノピオうまいな、キノピオ踏んづけるのうまいな。これは、いや俺は右に行こう、あえて。お、いいねいいね。ここでいいの？なんか俺だけ違うとこのドア入ったけど、やったね。なんか知んないけどキノコを取っていきましょう。あ、待って待って、あ、それ俺の鍵だ、待ってくれ。いや待てよ、俺はここで待ち伏せてればいいんじゃないか。さあキノピオ来るんだ。え、こっち来ないの？キノピオどこ行った、どこ行った。あ、キノピオいる。なんかあそこら辺で奪い合ってんな、みんな。ちょっと俺もね参加しに行ってくるか。みんなめっちゃ奪い合ってる。ちょっと待ってくれ、あ、待って待って待って、ちょっと待って。俺を倒しに来たぞこのキノピオは。あ、待って、俺どこ行った。よし、鍵開けた、もしかして。でここでジャンプして、あー、キノピオ、あー。キノピコひどい、めっちゃひどい。まあいいや、まだね鍵は開いてないからゆっくりしていっていいと思うんだよね。でここ俺だけね上に行こうと思うんだけど、あら誰もいない。よし、それじゃあ、よし、あ、待って待って、俺、あー、やばい、キノピオに上行かれたな。さすが、いや多分ね上行ったらゴールだと思ったんだけど、踏むのがね得意な俺を踏んづけていくとかやるな、あのキノピオ。そういえばね最近コミュニティっていうのをね作ってみたんだけど、すいません、こんなにねコミュニティに入ってくれる人がいるとか思わなくて、すぐね満員になっちゃってるんだよね。プレミアム会員の人が入ってくれないと枠がね増えないから、いつちょっと増えるかわかんないんですよね。だからもし入りたいって思ってくれるような人がいれば、フォローリクエストメールをニコニココミュニティ内からお願いします。そのねフォローリクエストを送っていただければ、枠が空いたらねすぐにコミュニティ内に僕の方から入れるようにできるんで、ぜひフォローリクエストをお願いします。掲示板の最初にも書いた通り、なりすましはね絶対に用意してくださいね。よし、オッケー。で待って、俺これ、あはは、あ、待って待って、ラグいな。あ、これ右行ったらゴールっぽくない？なんかこれは負けたかな。よし、このままこっちに行きましょう。でジャンプ、オッケーオッケーオッケー。でこれはこっち何もないのかな。よし、土管に入ろう。右下には何もなかったから。でこれは、あー、危ない危ない危ない。よし、で上に行こうか。ツタを登って、ツタを登って、どっちに行けばいいんだろう。青に入ろっかな。あ、いいね、これ正解っぽいけど、もう右に2人もいるな。あ、これ倒せばいいのか。おりゃ、先にこの土管は何だろう。これ右に行ったらゴールじゃないの？そんな甘くない。条件を達成、あ、やばい、条件あったんだ、俺見てなかった。またいつもの通り見てなかった。さて条件はルイージが持ってるっていうことで、よし、ルイージを、待ってくれルイージ、絶対俺はルイージから奪ってみせる。あら、どこ、キノピオ、今ゴール条件キノピオか。どこに行った、上にいるな。待って待って、待て待て、俺は絶対に捕まえてみせるぜ。よし、オッケー、でこのままゴールしよう。やったー、ちょっと捨て身の覚悟だったけど挑戦してよかったと思います。今日の目標はねやっぱり4700を超えることが目標なんですけど、
あとね11、あと1回勝てればね4700を超えることができるんだよね。今4689でしょう。だからあと1回勝てば超えることができるんだけど、今ねレート俺一番上だったよね。だからちょっとチャンスなんじゃない？エスプラスがいないぞこのレースには。さてなんかね良さそうなステージが来ましたけど、よしそれじゃあ一番最初に行きますか。待って、俺もねその猫一応欲しいんだよね。ありがとうキノピオ、サンキュー。よしこのまま行こうか、ジャンプでこのままこっちでいいかな。オッケーオッケーオッケー。で俺一番かな、左から行こうか。これなんか右怖いな。よしで、あー、うそん、そんなんしてくる。まあいいや、このまんま土管に入る。そしてここに行こうか。よし、スネークブロックがあるってことは、待って、みんな来るんじゃないか。早く行かなきゃ、みんな来てしまうぞ。よし、待って、早く右に行ってくれ。待って、そこら辺でね、とどまらないでくれ、スネークブロックよ。よし、このまま右に行こう。そしてあ、フラワー貼ってくれる。で、このワープブロックに入る。そしたら、右に行きます。で、このまま透明土管に入って、そしてマジかよ、でかい、マジでかい。よし、上に行って一旦逃げよう。いや、確かに難しいよね、ここ。よし、OK、 早く早く、みんなが来る前に、みんなが来る前に俺はこのブンブンを倒さなきゃいけない。よし、オッケー。そしてゴールなんですけど、ちょっと一旦待っておきますか。多分この真ん中から来るでしょう。ちょっと俺一旦ねこうやってしながら待っておきます。よし、オッケー。マリオが来た。ちょっと取られるかもしれないからね、みんな待つことはできないけど、マリオだけゴールできてよかったね。今勝ったってことは目標の4700はもう超えたよね、きっと。あー、よし、4700超え来ました。おめでとうピオキング。まあって言ってもね、まだ S プラスになるにはあと300あるからね。レートがちょっと前まで4300とか4400ぐらいからずっと超えれないって言ってたから、ずいぶん成長したもんだなピオキング。まあね、自分で何言ってんだって話だけど。よし、ヒップドロップできないの。いやー、ちょっと待って、取られた。まあいいや、俺右から行きます。じゃあ右行くと、マジかよ。え、これ猫取って上に駆け上がっていけってことか。なるほど、それ俺は分かったから。待って、分かったんだ、分かったから俺にそれを送れ、その猫を送れ。よし、オッケー。誰か踏んでいったけど、あー、待って、よし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 、このまんま、あ、ない、何もなくない、こっち。ってことは上に行ってルイージがいないぞ、ルイージが。あー、なるほど、これ上に行けるんだ。ルイージ待ってくれ、ルイージ。もしかして待ってくれてるのか、ルイージを。違うな、ルイージは待ってくれてないな。待って、マリオが来てるから、もう行こう、もう行こうと思ったけど、よし、この子を踏んでいかなきゃいけないのか。よし、オッケー。で、このまま右に行く。よし、待って待って、あ、待って、もうすぐ、もうすぐだと思ったんだけど。よし、違う違う違う。右に右にやりまくろう。待って、ゴールされてしまうぞピオキング。よし、このまま土管に入ると、で、うっそ、マジかよ、これひどくない、これひどくない、ちょっとこれすごいひどくない。よし、このまま行こう。で、うお、これは大丈夫、大丈夫か、大丈夫。怖い怖い怖い、この辺怖い。よっしゃ、抜けた。このステージ面白いよね、めっちゃ長いけど。でもね、中間ポイントがないから一回死んだらもう絶望、ほんと絶望。そしてこのまま右に行くと、なんだ、何が来る。うわー、めっちゃ怖い。大丈夫かな、走っていって、いきなりなんか来たりしないかな。
みんな死んだ、もしかして多分みんな死んだ。ありゃ、なんもないな。ありゃ、あはは、待ってくれ、おせめてここの土管に入らせてくれ。次のステージがめっちゃ気になるって思ったら、俺目の前だったんじゃないの、ゴール。あー惜しいな。いや今のステージはめっちゃ楽しかったね。あ待って待って4700切ったんだけど、めっちゃ4700超えましたとか俺めっちゃ喜んでたよね。でも速攻4700切ってしまったわ。いやまあね、次で勝てばいいから、いや次で勝てばいいっていうか、今日ね4700超えまでいければいいから、そしたらね、うん、今日のノルマ達成っていうことにしておいて、S プラスになったら寝るめっちゃ寝れないんじゃないの、あの人。 S プラスになったら寝るって、何日も寝れない気がするな。なんかさっきのコースと似てんな、これね。俺土管からじゃないで、俺上から行くぞ。俺はよし、待って、俺だけ違うとこだけど、こっちで行き止まりだ、ダメだ、やっぱり透明土管からか。まあまあいいでしょう。あのスターめっちゃ気になるんだけど、負けました、なぜ。よし、でジャンプ、あーなるほど、右に行くのね、あのドッスン。理解できました。それじゃあこのドッスンの一番右が危ない、危ない。よし行こう、よしちょっとかわいそうだけど、あキノコがいっぱいある、取っておこう。そしてうお危ね、危ない、ちょっと待って待って来すぎ来すぎ来すぎ、ちょっと待って、まず来すぎ。よし下で逃げよう、オッケー。そしてでキノコ取っておくか、でこのまま右に渡ります。そしてなんだろう、このまま右に行っていいの、うお待って、なるほどそういうことか。よしオッケー、あ待って、危ない、死ぬ死ぬ死ぬひどいこのコース、ルイージがいないよね。ルイージも結構先に進んでるんじゃないの。それじゃあまたドッスンお願いします。でこのまま右に行って、お待って、このままゴールまで行かないから、ドッスン。そんな、あー待って、危ない、よしよしよし、なんかめっちゃ花火鳴ってるけど、あゴールできた、やったいや待っててもよかったんだけど、待ってたらねクッパが来るんだよな。いやでもちょっと運感あったけど勝てました。これで4700取り戻せました。はい、それじゃあね今日はこれでラストバトルにしたいと思います。まあこれで負けても今日のノルマ4700は超えてるから、気持ちはね余裕を持って落ち着いていきたいと思います。まあやっぱね、みんなでバトルで勝つ人ってめっちゃ落ち着いてる人が多いから、それを見習ってね落ち着いて勝ちに行きたいと思います。また緑の帽子みんな被ってる、前回もなんかそんなあった気がするな、4人とも一緒にみたいな。よしそれじゃあラストバトル始めていきましょう。うわすっごい楽しそうこのステージ、あ待ってよしそれじゃあ、あキノコ取られた、でもいいや、あの人、あこれキノコ取ったらいけないパターンかな、なるほど、キノコ取ったらいけないんだこのステージ。よし、あー取ってしまった、マジかよ、スタートからやり直そう。よしそれじゃあ行こうか、キノコ取ったらいけないって逆に難しいな、あははえ早っ、確かに題名にノーパワーズって書いてるね、マリオが力をつけたらいけないってことね。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。動画の途中でも言いましたけど、ピオキングのコミュニティ作りましたから、ぜひそこでみんなで仲良くやっていきましょう。僕も出現するんでよろしくお願いします。それじゃあまたね。